長野電鉄0系電車及び重系電車は長野電鉄に在籍した一般列車用電車である。企画当時は逼迫していた朝ラッシュ時間帯の通勤通学輸送を意識して製造された経緯からアフィスマンスチューデンツカーの頭文字を取り OS カーと呼ばれている。本校では1966年に製造された例、計1980年に長野線 長野善光寺下妻が地下化された際に製造された重計の両系列について記述する。営業運転時の例計営業運転時の例計。廃車後、留置されていた例計この後解体されたため、現存しない第7回、ローレル賞受賞車両カテゴリー、テンプレート例計は、単線区間が開催することによって、車両編成や運転本数に制限のある。 ラッシュ輸送に対応する目的で20メートル急車体と片側4カ所の乗降扉を採用した車両として1966年に2両、編成2本の計4両が日本車両製造で製造された。系列名には木造級型車のトータが進んだことで空き版となっていた100未満の数字が用いられ、制御電動車がモハ0系、制御車が区波50型とされた。日本で 初めて FRP を車両正面の前面に採用した車両であり、地方私鉄として積極的なラッシュ対策を施したことが合わせて評価され、1967年度鉄道優の回路レル賞を受賞した。車体は長さが 19500mm、幅が 2740mm、客用扉は 1300mm の両回避を片側につき4カ所備えるが、 運転台直後にも側窓と座席を配置している。これは運転室直後の換気を良くすることを狙ったものであり、他社では相模鉄道96000系や近畿日本鉄道、南海電気鉄道の通勤車などにも見られ、側面の窓配置は相鉄96000系に類似している。座席はロングシートを採用し、定員は160名、うち座席定員は54名であり、 ドア脇いっぱいまで座席を配置することで、通勤通学利用客以外への着席サービス、向上も図っている。赤2号とクリーム4号による塗り分けは警戒色の意味も兼ねて、本系列に合わせてデザインされ、在来車にも及んでいく。FRP 製の前面は、踏切破損の防止のため全照灯、微灯、方向膜を上部にまとめている。 方向幕は種別表示と行き先表示を上下二段で表示する。ここには当時としては珍しい各駅停車表示もされたが、これは同社の1100系の登場時、特急と勘違いする旅客が存在した事例を受けて用意されたものである。行き先には分割運転を見越して、湯田中、木島の表示を第一編成登場時から備えていた。ほか、側面にも電動で、 操作できる行き先、種別膜を装備する。これは、当時まだ他に国鉄481、軽電車くらいしか、類例のない先進的な設備であった。な -18AT 台車台車は、枕羽根が、オイルダンパ併用のインダイレクトマウント式コイル羽根、軸箱指示は、ペデスタル式であり、密封頃軸受けを採用した。台車形式は、 ナマイナス 18K 及びナマイナス 18A 型、ナマイナス 18T 型及びナマイナス 18AT 型であり、前車が車輪計 910mm であるのに対し、後車は車輪計 860mm であった。電動車の動輪計が大きいのは、当時狂気最大級であった 135kW の種、電動機を走過するためである。 朝ラッシュ時には2編成を並結した4両編成での運用を行うため、先頭部には周り古式密着連結機を装備していたが、2500系導入後は密着自動連結機に交換された。4両編成運用自体についても2500系導入後は同系に置き換えられている。20メートル4、扉構造が採用された背景として、長野電鉄沿線には、 各種の学校が立地し、長野川都心エリアだけでなく、途中駅での乗降が錯綜することがあった。観光輸送も考慮した座席数の多いに、扉車では19メートル急車体を備えるも、八千100系、区八千150系の3両編成をもってしても、乗降時間の伸びによる遅延が多発し、特に冬季の乗降遅延は緊急の改善が必要とされたためである。さらに、 二両編成で在来車三両編成の収容力を持たせることで全体の車両数削減を狙った。大型4、扉車であるため、当機車内ホーンのための中央に扉の締め切り装置と一部ホーム延長の短い駅でのドアカットに対応するための最後部車両の扉締め切り装置を備えている。主目的の通勤通学対応も去ることながら、 山の内線の急行バイク間の走行を配慮した大出力手伝動機を採用していたことから長野電鉄全線で幅広く運用された。特に朝ラッシュ時間帯は日本を連結した4両編成とし、線内最大輸送力列車として運行された。構想として数年のうちに後編成を導入し、乗務員を含めた運用効率の向上を図ることとしていたが、以後の増備は 利用客の減少に伴い中止された。後述の重軽導入後は OS1 とも呼ばれた。最終的には主に長野湯田中間で運用されたが、ワンマン運転対応改造が難しく、発電ブレーキを装備していないなどの運転上の制約もあり、長野オリンピックを目前に控えた1997年、3500系に置き換えられる形で廃車された。車後、 しばらくはモハ1区派51の編成が生体保存を前提として須坂駅構内に留置されていたが2002年に解体処分されたため現存しないモハ11区派61長野線長野善光寺下妻が地下化された際に AA 基準に適合する車両が必要になったため反行生車の置き換えを目的として2両編成1本が1980年に 日本車両製造で製造された。当初は地下化に伴い前日の例計、2000系、もは1500系以外の適合しない、全車両を統計列で置き換える構想もあったが、製造コストの点から東急5000系の譲り受け車で、ある2500系の導入になった。本系列を最後に、長野電鉄では自社向けの新造車を導入していない。例系から設計変更された箇所が多く、 こちらは新 OS カー、または OS10 と呼ばれている。0系との主な相違点定員160名は0、系と同一だが、客用、ドア数が減ったため、座席定員は62名へ増加した。なマイナス36台車も、は11系の車内。長野電鉄イベント、S11 編成 e d 5 0 0 1系お別れ会、での展示、10系は右、台車は、 軸箱指示は0系同様のペデスタル式ではあるものの、枕バネ周りはオイルダンパ併用の単列20コイルバネと組み合わされたやや旧式のスイングハンガー式が採用されており、台車形式はナマイス3 6ナス3 6 t 型と称した。鉄道資料保存会館、日車の車両紙によると、この台車枠のプレス型は1977年から 製造が始まっていた国鉄機ハ40系の DT44TR227 型と共通であるという10系は一般運用型とされていたが 900mm 間隔の固定、回転、転換クロスシート設置を意識した窓配置と優等列車での運用を意識した高出力電動機を採用したとも言われている戦闘部の連結機は当初から密事例を装備していた 木島線新州中野木島間と八代線八代、須坂間の全列車ワンマン化が実施された後は、長野線、長野湯田中間線用となった。その後、同区間も普通列車のワンマン化を実施したが、本系列にはその対応工事が行われず、平日ラッシュ時に車掌乗務で長野須坂間を一応往復する運用のみとなった。しかし、 木島線の配線で3500系が余剰となり、これを転用することで、車種統一によるコストダウンが可能になったことから、製造から20年程度にもかかわらず、2003年3月2日のイベント運用を最後に廃車となった。廃車後は長らく、須坂駅構内に留置され物置となっていたが、2017年3月5日に、須坂駅にてお別れ会が催され、 直後に解体処分されたため現存しない、0系重慶長野電鉄重慶電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。